本因坊修作、本因坊修作、本因坊修作、文政十二年五月五日、1829年6月6日、文久二年八月10日、1862年9月3日は、江戸時代の囲碁騎士、ビンゴ国印の島、現、広島県尾道市印の島外浦城出身で、属性は桑原。幼名は虎次郎。法名は日領。父は、 クワハラリンさん。1829年、クワハラリンさんと、亀の次男として誕生する。1837年、天保八年に出布して、本因坊竹輪に入門、本家の名字である安田を借り坂へさえを名乗る。その内振りを見た竹輪が、これまさに百五十年来の五号にして、我が門風、これより大いに上がらんと絶賛したと伝えられる。百五十年前は、 道作の前世紀であった。1839年、天保10年に初段。翌1840年、天保11年に終作と改名し、2段昇段。翌1841年、天保12年3段昇段。さらに翌1842年、天保13年4段昇格する。1846年、高貨3年、何和で、 井上原安隕石と数度の対局を行う。幻案八段、中作四段なので二子の手合いだが、一局打ちかけて、幻案は中作の実力を認め、破格の定先に変更しての対局であった。その中の一局は耳赤の一局と呼ばれる著名局である。幻案隕石は後に、あの時の修作の芸は七段を下らないと表紙という。 当時、一流の打ち手であった幻庵隕石に、手先で打ち勝ったことを機に、竹輪と周和は周作を、将来の本因坊を後目とする運動を始める。当時竹輪は陰居、当主は竹作であり、中和が後目であったが、竹和、竹作が一年後に、相次いで亡くなっていることから、この時点で業者共に健康を害していたのではないかと、推測されている。しかし家元につけば、 同時に爆心となるが、周作は、父、は三のン君でもあるビも三原上城主、浅野海守の家臣という扱いであり、海守に対する、忠誠心からこれを堅くなに拒否。囲碁家元筆頭の本因坊家の後目を拒否する、ことなどは、前代未聞であった。また私、周和との対局で先で打っていたところ、周作の大幅な勝ち越しになったため周和が、手合いを改めようと言った、ところ、 師匠に苦労を持たせるわけにはいきませんと答えたという、先の次は先々となり三局に一回は、神手が苦労を持つことになる。1848年、河江元年に正式に、第十四世、本因坊は止めとなり、同時に六段昇段、また竹輪の娘、花と結婚する。また翌年からお城後に出資し、それ以後十九戦十九勝無敗の大記録を作った。 修作最強説の有力な根拠がこれである。もっとも、修作は、五条後の連勝にこだわっており、林由美、当時五段との二個曲を誇示したエピソードや、十世、安井三英、当時二段との二個曲を終話打診された際、双子の語は必勝を期すわけにはいかないと誇示したというエピソードが伝えられる。少なくとも、十九曲中に、 双子版が皆無というのはかなり不自然と言わざるを得ない。ただし、同時に、互い線の白版、イコール込みなしなら誰が相手でも辞さないといったことも、伝えられている。修作の無敵を支えたのは平面修霊な語風と、修和と並ぶ正確な形成判断である。また、修作の先版は、修作流と呼ばれる不積法が有名であり、修作の先版は堅実無比と称された。 修作がおしろごしたうちの結果を聞かれたとき、万番でしたとだけ答えたという逸話も残っている。ただしこの話は謙虚な修作の性格とはそぐわない。ため、千番でしたので、何とか勝つことができましたの前半部分だけが、一人歩きしてしまったとも言われる。1862年、文久2年、江戸でこれらが大流行し、本因坊家内でもこれら患者が続出した。 修作は終和が止めるのも効かず患者の看病に当たり、当人が感染しそのまま三十四歳で死去した。この年を白後が中止され消滅した。なお、本因坊家では、修作の看病により、これらによる犠牲者は、修作以外は一人も出さなかった。気力のみならず極めて人格に優れ、本因坊同作、前生、本因坊だは、後生に並び称され、 後の囲碁界に与えた影響は多大である。黒1.35の手で、向きの異なる小目を連打する布石。多くの場合黒7手目の小隅までを、修作流と称する。この手は、修作の草案ではないが、大いに活用して、好成績を上げたところから、修作の墨と呼ばれる。修作は、五番の広さが変わらぬ限り、この小隅が悪手とされることはあるまいと語ったと、伝えられる。 囲碁 AI が台頭する以前までは、1盤番でがっちり勝とうとする戦略であり、コミ語である現代では塗り、と評されていた。しかし、2019世界電脳囲碁オープン戦で、優勝した最強ソフトの一角でる、絶景、フィニーアートが最前種にこのコスミを示し、中作の敬願が改めて評価されることとなった。効果3年7月21日。 1846年9月11日、女庭天皇寺や、辻忠次郎宅89手打掛け、同23日、13日お原西一郎宅141手、打掛け、同25日、15日お中川巡雪五階中野島、神屋邸だ終わり。さっ桑原修作井上、幻庵隕石二十五手黒反抗価値つ黒三木章、寄付の手順が正しいなら、 実際は黒に目標。右下の大社定石で周作が誤り、井上原案隕石の繰り出した人もあって周作は劣勢に陥った。幻案は自在に打ち回したが、二十六手目の飛び、白が監守。これに対して周作の打った黒百二十七手目、図の黒が耳赤の一手として現代に語り伝えられる名手であった。 この手を打つ直前までは、井上の優位だったが、この手によって形勢は急接近したとされる。上辺の模様を拡大し、右辺の白の厚みを消し、下辺の弱石に間接的に助けを送り、左辺の打ち込みを狙う一石四鳥の手である。対局を横で見ていた、ある医師はこの様子を見て、これは、中作の勝ちだと断定した。周りの者がなぜかと尋ねところ、 語の内容はよくわからないが、先ほどの一手が打たれた時に、井上先生の耳が赤くなった。動揺し、自信を失った証拠であり、これでは勝ち目はないだろうと述べた。耳赤の一手という名は、このエピソードに由来する。ただし、この手については監視という表や、今の一流騎士なら誰でもそこに打つ、語を制限という声もあり、評価は一定していない。また、 耳赤の一手も、去ることながら、全曲を通した、井上原案隕石の打ち回しに対しても評価が高い。2019年9月追記囲碁 AI 絶景によると、この手、評価値55.2は監守であり、左上の5の3のぶつかり、評価値63.1を最前手に示している。江戸時代までは、 寄生と呼ばれていたのは、道作と本因坊竹和の二人であったが、明治以降から修作の人気が高まり、竹和に代わって修作が寄生と呼ばれるようになった。名人になったことはないが、史上最強騎士の候補として挙げる声も多い。400曲ほどの寄付が修作のものとして伝えられており、1900年、明治33年に、石ヶ谷博史作によって、 叩き玉アマリンとしてまとめられた。これを学ぶプロ騎士は多く、韓国の李将校も若い頃から秀作の寄付を熱心に並べ、私は一生かけても秀作先生には及ばないだろうと語っているのは有名である。また漫画、光の語では主人公の神道を光に取り付いた平安の天才騎士、藤原蔡の霊が以前に取り付いていた人物として登場する。 このため、同作品のヒットに伴う、囲碁ブームと共に、子供たちにも、囲碁史上最強の人物として親しまれることになった。広島県三原市の糸三崎神社には、江戸時代に修作の生涯を記念して建立され、石碑が現在も残る、光の子にも登場する。また、因島にある修作の成果は、現在、本因坊修作因語記念館となっている。 因島の所属する尾道氏は、この園で以後、市議に指定し、年2回の本因坊修作院坊祭りを開いている。2004年、平成16年、第1回以後伝道に、徳川家康、本因坊三佐、本因坊同作と並んで検証された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。